ことだって正しいわけだ。私のパートナー弁護士を寄ってたかって袋叩きにしたことも民意だから正しいわけだ。冗談じゃない。冗談じゃない！本当の悪魔とは巨大に膨れ上がった時の民意だよ。自分を善人だと信じて疑わず、薄汚い野良犬がドブに落ちると一斉に集まって袋叩きにしてしまう、そんな善良な市民たちだ。だが世の中にはドブに落ちた野良犬を平気で助けようとするバカもいる。己の信念だけを頼りに危険を顧みないバカがね。そのバカのおかげで今日江上純子さんは民意の濁流から抜け出して自分の意思で証言をしてくださいました。それは江上さんたった一人かもしれませんが、確かに民意を変えたのです。私はそのバカを